ドジャース・大谷翔平投手30が1日で3冠に輝いた。オール MLB アワーズ賞が14日、日本時間15日、ラスベガスで行われ、大谷はハンク・アーロン賞とエドガー・マルティネス賞を W 受賞。オール MLB チームのファーストチームの指名打者にも選ばれた。 左肩を手術した大谷本人は式典に参加しなかったが、まさに受賞ラッシュとなった。リーグ最優秀打者に贈られる、ハンク・アーロン賞はア・リーグで受賞した昨年に続く2年連続2度目の大感。最も活躍した指名打者に贈られる、エドガー・マルティネス賞はデビッド・オルティスに続く史上2人目となる4年連続4度目の受賞となった。ファン投票などでメジャー全体のベストナインを選ぶ。 オール MLB チームは両リーグの区別なく先発投手5人、救援投手2人、捕手、内野手、指名打者は1人、外野手は3人で構成されたファースト、セカンドチームが発表される。大谷は指名打者では3度目、投手を含めると4年連続の選出。昨季は史上初となる投打でのファーストチーム入りを果たした。指名打者に専念した今季。 大谷は自己最多を更新する54本塁打、130打点でリーグ2冠に輝き、打率もキャリア最高でリーグ2位の打率3割1分をマーク。史上初の50本塁打、50盗塁も達成し、チームをワールドシリーズ優勝に導いた。今季は打撃のベストナイン、シルバースラッガー賞に続く表彰。大谷の受賞ラッシュはもはや年末の恒例で、 大鳥の MVP は米東部時間21日午後6時、同22日午前8時、MLB ネットワークの番組内で発表される。